おはちゃんみやねこです。今日はみんなのガチスカットを徹底解説&ぶった切ってみたパート4。では早速一人目の方、ぶっちぶちにぶった切っていくぜ。パチン。はじめまして、僕は中学2年で部活でサッカーをやっているものです。いや中学校か、青春の塊やな。僕の最高レートは1170で現在は1153です。 OK です。お、これは頂点2枚型のガスペリーニですね。まずね、パッと見で思ったのがセンターバックにちょっと不安がありすぎる。特にアラバとマルディニに関しては足元がうまいね選手なので、センターバックというよりかは個人的にはサイドバックで使った方が絶対活躍すると思います。なのでできればね、こんな感じの FP のセンターバックを獲得できるといいと思います。そして OMF ね、ブルーノはフィジカルボディコンどっちもないからね、全然キープできないんよ。だから今サイドハーフで使っているカカを真ん中に持ってきてあげて、サイドハーフにアラバなんかを持ってきてあげるとベストポジションベイペイペイ。あとデルピエロとインモービル、この位置反対にしてあげて、しっかりデルピエロにダブルタッチをつけてコントロールカーブをバンバン狙っていくと点も決まりやすくなると思います。あとキーパーね、通常のノイヤーを使うんだったらレジェンドのジェフの方が120倍強いよ。そしてここで小技タイム。このガスペリーニ監督でね、点を一番うまく取れる方法っていうのが、しっかりねサイドハーフの選手を使ってあげて、サイドを広く使ってあげるんだよね。そうすると相手の選手はサイドに引きつけられるじゃん。で最後ね、この3枚で崩していくんだけど、まず左 CF でしっかりキープしてあげることを優先してください。でここでキープしてあげることによってね、 OMF の選手が抜け出して最後フィニッシュするなんてことが結構あるので、ぜひこの形意識してみてねんねん。最後ベンチね、エンディティを使う場所があんまりないから、ここだったらセンターバックの替えとかね、スーパーサブのラインブレーカーを入れてあげるといいと思います。ピピン。よかったらお願いします。キーパーミスってトレーナーにしてしまったんでノイアーなんですけど、一応最高レートが1640くらいで、半年くらいあんまりやってなかったんですが、アドバイスが欲しいです。ちなみにウイレは大嫌いです。これね、しっかり3分後に送ってくるあたり本当に嫌いなよねこれはね、もう僕がちゃんと勝てるようにスカッとぶった切って、ウイレ好きに変えていくしかないよね。それでは2人目ぶった切っていくぜ。プリン。この監督が誰かわからなかったので裏数値とかね、なんか特徴的なことはあんまり言えないんですけども、これスタメンに関しては人選はかなりね良きですね。強いて言うならば、ベッカムを左 CMF に持ってきてあげる。そうすることでしっかりねコントロールカーブでミドルも狙えるので、得点力も上がると思います。あとは一人目の方同様ね、ノイアーじゃなくてキーパーのレジェンドチェフを絶対獲得してほしい。マジで頼む。あと個人的に好きなところが DMF をねアンカーにしているところで、あ、僕と同じやんって思いましたあとベンチね、隣とメッシはいらないかな。スタメンを見る限りラインブレーカーをね2人使っているので、だったらメッシじゃなくてハーランドとかね、ラインブレーカーのスパサブ、あとは OMF の替えとして隣を外してサネとかを使ってあげるとね、ホルランが体力なくなった時に活躍してくれると思います。ピポン。 DM 失礼します。動画を拝見させていただき、ぜひ自分のスカットもぶった切ってほしくて DM しました。監督ペトコビッチ、最高レート1614、現在レートは1550くらい。 OK。まず OMF、 メッシは絶対ダメよ。なんでダメかっていうとね、チャンスメーカーが発動しちゃうんだよね。ここで使うとチャンスメーカーっていうのは結構下がってきちゃうし、上がってきてほしい時に上がってこない。これがチャンメメッシ、うん、だから絶対ここではクライフやビルツ、2列目からの飛び出しの選手や、あとは無印のラインブレーカーだね、ホルランとかを持ってきてあげると全然ね使用感変わってくると思います。この監督の守備タイプはフォアチェック、プレッシングはアグレッシブになるので、ここでアンカーは使わなくてもいいかな。アンカーだとね、結構プレッシングに行くってよりかは引いて守備するリトリートタイプになってくるので、ぜひねレジェンドでもいいのでビエラをぶち込んであげましょう。あとはね、ポゼッションショートパスサイドになってくるので、しっかりねデイビスを上げて、デイビスをね起点にして攻めていくぐらいの気持ちで、サイドバック使ってあげるといいと思います。あと5バックの監督に関してなんだけど、前線2枚のうち片方をねフィジカルない選手にしちゃうとキープしづらいんだよね。エトーとか特にそうで、だったらハイフロナウドとか、なんなら CMF で使っているフリットを右 CF で使ってあげた方が100倍ね強くなると思います。あとはベンチはね、アセンシオはね使う場所がなさすぎる。だったら右サイドバックの代わりとなる選手、アーノルドとかを入れてあげましょう。ピーポーン。宮根子さんこんばんは。最近動画見始めました。ラビュー。
親に課金しすぎて怒られるくらいしてるんで、レートガチで上げないと意味がないんです。このね、崖っぷちな感じも最高よね。本気で頑張りたいんでぶった切ってください。わかった、もう全力でぶった切るね。監督はドラギシッチ、ディフェンシブ、ベッカムのところが誰にしたらいいのか微妙なんで、そこも教えてください。よろしくお願いします。 OK です。まず前線の頂点ね。ここベルカンプかカカどっちかにしてほしくて、ベルカンプを使うんだったら CF、 カカだったら ST でいいんだけど、ここ二人ともね、役割がすごい似ちゃってて、キープできるしパスも上手いっていうので頂点に非常に合ってるんだけど、合ってるからこそこのね、役割を担うのは一人でよくて、2列目にはラインブレーカーをね置いてほしい。今週はムバッペが B だから、ぜひね通常でもいいので獲得して左 ST に置いてみてね。ドラギシッチ監督は攻撃のタイプがカウンター、ビルドアップがロングパスになるので、結構ね前線から一気に縦つけて頂点でキープして2列目にスルーパスを出すっていう攻め方がめちゃくちゃ強いから、ぜひねこれもやってみてほしいです。あと個人的には右ハーフね、ベッカムで全然いいと思います。僕も疑似 3CF の右はね、ベッカムを使ってますし、まあ、なんでかっていうと、パスが上手いから、縦にボールをつけるときにね、パスズレも起きないっていうので、僕はベッカム結構おすすめします。あと真ん中ね、ジェラードは絶対外した方がいい。守備タイプがリトリートなので、ここはね、僕はアンカーを起用しますね。アンカーはリトリートの監督に非常にマッチするので、もしアンカー持っていたら、ここにアンカー入れてみてください。そしてセンターバック、パウトーレスは絶対真ん中の方が強いよね。ハードプレス持ちの貴重なセンターバックはぜひね、サイドというよりかは真ん中で使ってあげると結構ね、インターセプトもしてくれるのでおすすめです。はい、ということで今回もみんなのガチスカットをぶった切りしていきました。まだね、スタメンとベンチ両方合わせて文句なしっていう方にはね、出会っていないので、ぜひね、俺のスカットは最強だ、私のスカットも最強だっていう方がいたら、ぜひ挑戦お待ちしてます。この動画が少しでもためになる、参考になると思いましたら、ぜひチャンネル登録やコメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。また明日ねー。